はい、どうも皆さんこんにちは、二の舞です。さあ今回のレッスンでは曲のコピーのやり方を解説していきます。ドラムで自分の好きな曲叩いてみたいけど、どういう風にねコピーをすればいいのか最初全然わからないって方が多いと思います。今回はグリーンの愛歌という曲、まあ、ちょっとこれ正確に言うとですね、グリーンが最近名前変わりましてグリーンボーイズになってるんですけれども、まあこちらの曲ですね、題材として皆さんと一緒にねコピーをしていくような形で解説をしていきますので、この動画最後まで見てもらえればコピーのやり方が分かって、かつこの愛歌がね実際に叩けるようになるということで、一石二鳥のレッスン動画となっております。ぜひねまだ1曲もコピーしたことがない方や自分のコピーのやり方に不安がある方ね、最後まで見ていっていただければと思います。ということで早速いってみましょう。さあそれではレッスン始めていきます。まず曲のコピーのやり方にはいろいろな方法があります。楽譜を買ってそれを参考にしたりとか、もしくは YouTube ね、最近演奏動画いっぱいありますから、そういう動画を見て参考にしたりとか、いろいろあるんですけれども、今回皆さんにおすすめしたいのは耳コピ、つまり耳だけでどんなドラムフレーズなのかを聞き取っていくというやり方です。でね、いや耳コピとか初心者には無理でしょっていう風に思うかもなんですが、ドラムはピアノとかねギターのような他の楽器に比べて音数がとても少ない上に、絶対音感がなくてもこうスネアを叩いているのか、それともシンバルを叩いているのかみたいな聞き分けが非常にしやすい楽器なので、もちろん最初は簡単な曲から始めていくっていうのが前提ではあるんですけれども、難易度さえミスらなければ初心者の方でも耳コピをするのは全然可能です。実際僕自身も初心者の頃から耳コピをしていましたし、僕のレッスンに通ってくれてる生徒さんも最初から積極的に耳コピにチャレンジしてくれてます。耳だけでコピーする能力をつけておけば、自分がねやりたい曲の演奏動画とか楽譜が仮になかったとしても自力でコピーができるので、どんな曲にもねチャレンジができるし、お金を節約することもできます。さらに曲のドラムをより集中して聴くようになるので、楽譜には書かれていない強弱や細かいニュアンスなんかも知らず知らずのうちに把握できるようになっていきます。もちろんね楽譜や動画を使ってはいけないというわけではありません。僕自身もね耳コピでわからない部分っていうのは楽譜や動画にお世話になったことたくさんあります。ただ最初から頼りっきりになってしまうと、どうしてもね独り立ちがしづらいというか、それらがないとコピーできないっていう風になっちゃう危険があります。なのでね、初心者のうちからでも積極的に耳コピにチャレンジしていくのがおすすめだと個人的には思っているわけです。ここから耳コピのやり方を具体的に説明していくので、ぜひね一緒にトライしてもらえればと思います。さあということで、ここからは具体的に二の舞流耳コピのやり方説明していきます。耳コピするとき大体大きく3つのステップに分かれます。1、全体把握。2、部分的にコピー&練習。そして3、通し練習。こんな感じです。順番にね解説していきます。まずは1の全体把握。コピーしたい曲をとりあえず何回か聞いてみてください。これはフレーズのコピーとか、もしくは練習のためっていうわけではなくて、ざっくりね全体どんなことやってんのかなっていうのが分かれば十分なので、スタジオに入ってとかね、スティックを用意してっていう風に構えなくて全然大丈夫です。移動中とかご飯食べてる時とか、そういうちょっとした時間に気楽に聞いてもらえればいいかなと思います。ということで早速ね今回の課題曲グリーンの愛歌流しますので、まずはね一回ちょっと聞いてみましょう。グリーンの愛歌聞いてみました。今回はねこんな感じでショートバージョン、2番が始まる前の部分までをコピーしてみたいと思います。
ということで、ひとまず1回聞いてみました。時間がある方はね、何回か巻き戻して聞いてみてください。どのぐらい聴けばいいかっていう目安としては、こうね、曲を聴いていて、あ、次 B メロ来るなとか、次からギターソロだなみたいな感じで、曲の構成ですね、構成がなんとなく分かるぐらいまで聴けているとベストかなと思います。構成っていうのが最初にある程度分かっていると、頭の中がね、すごい整理しやすいので、ここからコピーや練習をしていく上でめちゃくちゃ強力な土台になるというわけです。さあ、ということで、全体の把握ができたら、次2つ目のステップ、部分的にコピーと練習をしていきます。例えばこう、イントロをやって、次 A メロやって、で次 B メロやってみたいな感じで、ちょっとずつ区切ってコピーと練習っていうのを進めていきます。で、最初はビートパターンから聞き取っていくのがおすすめです。ということで、改めてあいうたのイントロ部分だけ流しますので、どんなビートパターンか聞き取ってみてください。はい、ということで、とりあえず普通に1回聞いてみましたが、いかがだったでしょうか。もうこれだけでね、パッと分かった方もいれば、ちょっと分かんないなって方もいたと思います。ということで、ここで耳コピする時のコツ3つお話しします。もちろんね、あいうただけじゃなくて、今後いろんな曲で使えるコツなので、ぜひね、もうビート分かった方も聞いてもらえればと思います。ということで、耳コピのコツ、まず1つ目は、落ち着いて一個一個聞き取るという頃です。ドラム、特にね、ビートを叩くときは、こう、ハイハット、バスドラ、スネアみたいな感じで、二つ三つの楽器を同時に鳴らします。慣れてくるとね、もう三つ一気にパッて聞き取ることできるんですけれども、もしね、全然わかんないってなっちゃう場合は、焦らず一個ずつ聞き取っていきましょう。そう、別にね、この全部一発で聞き取らなくても OK で、何回も何回も繰り返し聞けばいいわけですから、例えばこう、まずね、右手はハイハット、もしくはライドをどういうリズムで叩いているのか聞き取って、で次2周目は左手、まあスネアが多いですかね、スネアをどんなリズムで叩いているのか聞き取って、で次3周目でバスドラムのリズムを聞き取るみたいな感じで、それぞれのパーツにこう耳を向けて、ちょっとずつね、聞き取っていけば OK です。もしね、こう一個一個やってって前のやつ忘れちゃうなみたいな場合は、メモを残しておくのもありです。で、まあさっきはね、ビートを聞き取ろうっていうところでやったんですけれども、これはフィルインでも同じです。特に複雑で長いフレーズとか、一気にね、聞き取るのはどうしても難しいんですけれども、何周も何周もしてね、一拍ずつでもいいし、もしくはなんなら一音ずつでもいいので、ゆっくりね、聞き取ってみてください。そんなやり方してると、もちろん最初は時間かかると思うんですけれども、ただそうやって一つずつ聞き取っていくうちに、だんだんね、慣れてこうまとまって聞けるようになって、スピードっていうのはどんどん上がっていきますので、ぜひ焦らず頑張ってやってみてほしいなと思います。そして次、二つ目の耳コピのコツは、速度を遅くすることです。動画サイトとか、あとはね、スマホのアプリの速度変更機能を使って、0.75 倍速とか、0.5 倍速とか、ゆっくりでね、曲を再生してみましょう。速度をね、遅くすると、音と音との間隔が開くので、めちゃくちゃ聞き取りやすくなりますし、頭の処理っていうのも追いつきやすくなります。まあ、今回のあいうたは、もともとゆっくりな曲なので、正直ね、速度変更の恩恵、そこまでもしかしたらないかもなんですが、ただ、速い曲の場合は、この速度変更が本当に大事なので、ぜひね、覚えておいてください。そして最後、3つ目の耳コピのコツが、予測をすることです。これね、曲を聴いて、自信はないけど、もしかしたらこのパターンなんじゃないかな、みたいな風に予測がもし立てられたら、その予測したパターンをね、曲に合わせて、口ドラムで歌ってみてください。口ドラムっていうのは、ドラムのフレーズを、例えばこう、どっち、タッチ、ドド、タッチとか、タカタカ、ドク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 、ジャン、みたいな感じで、言うたらこう、ボイスパーカッションのように歌うことです。ね、予測したパターンを口ドラムで歌うと、仮にその予測が合っていた場合、自分のね、口ドラムとその曲のドラムっていうのがぴったりリンクするので、めっちゃね、気持ちいいというか、ハマってる感がすごいあると思います。逆にもし予測が外れていて、違うパターンをね、歌ってしまっていたら、自分の口ドラムとその曲のドラムでずれるところが出てくるわけなので、すごいね、違和感というか気持ち悪い感じがあるので、おそらくね、あ、違ってたなっていうのが感覚的にパッとわかると思います。でね、違ったらその違った部分に集中して、もう一回聞いてみて、で予測パターンを修正して、もう一回歌って確認してみる。こういう風にね、やっていくと、初心者の方でも耳だけでフレーズを特定して確認していくことができますし、かついろんな曲でこれを続けていくと、予測の精度っていうのもどんどん上がっていきます。これができるようになっていくと、最初に言ったこの一音一音聞き取るっていうのを全部のところでね、やっていかなくてもよくなるので、とてもスピード上がっていきます。ということで、今の3つのコツを踏まえて、もう一回あいうたのイントロ聞いてみたいと思います。速度は 100% で流すので、もし速いなって思った方は、右下の歯車マークから速度を調整してみてください。
はい、ということでどうでしょうか、皆さんビートパターン分かりましたでしょうか。そしたらここで答えというかね、実際にどんなパターンが使われていたのか発表したいと思います。ズバリイントロのビート、図で表すとこんな感じ。右手はハイハットですね。ハイハットを8分音符で刻みつつ、バスドラとスネアでドッチタッチドドタッチドッチタッチドドタッチ、1、2、3、4、1、2、3、4、はい、このパターンが使われていました。まあ結構ね、多くの方が分かったんじゃないかなとも思いますが、もしね難しかったっていう人は今の答えを知った上でもう一回イントロ聞いてみてください。そう、答えを知った状態で改めてもう一回聞くことで、あ、このパターンはこういう風に聞こえるんだっていう風にね頭が整理されて、で次また同じパターンが出てきた時に聞き取りやすくなります。なのでぜひね、聞き取れなかったとしても落ち込まずにもう一回聞いてみてください。さあ、ということでビートが聞き取れたら次にフィルインをやっていくんですが、ただね、イントロっていうのはフィルインがないので聞き取る段階はこれで完了でございます。そしたら次に今聞き取った内容を実際に叩いていく段階に入ります。イントロ部分ね、またもう一回流しますので、今度は実際に叩くっていうところを練習してみましょう。ドラムがね今ない方もぜひね、こうやってエアーというか、膝を叩いたりする感じで OK なので、ぜひね一緒に手を動かして練習してみてください。実際に叩いていくときは間違い癖をなるべくつけないようにするのがポイントです。人間っていうのは同じミスを何回も繰り返すと間違い癖がついてしまって、でその間違い癖によってまたさらにミスしやすくなって、それによってさらに間違い癖がつくみたいな感じで負のループに陥ってしまいます。なのでなるべく同じミスをしないように工夫して練習をした方が自分もね楽しいですし、叩けるようになるまでの時間っていうのも短縮できます。そのためにはまず巻き戻し機能を有効活用しましょう。曲に合わせてねこう叩いていって、で途中で間違えたりとか、次なんだっけっていう風に止まってしまったりしたら、動画サイトや音楽再生アプリには5秒巻き戻し機能とか10秒巻き戻し機能みたいな感じで、その直前に戻る機能っていうのがついてると思うので、それを使って少し前に戻してリトライをねしてみてください。ただこの間違えた時に焦ってねすぐもう一回叩いてしまうと、結局同じミスをしてしまう確率っていうのが結構高くなります。なので間違えたら巻き戻して一回ね叩かずに聞くだけの時間っていうのをちょっとね作ってみてください。そう、一回落ち着いてフレーズを確認して、で確認できたらもう一回ね巻き戻して今度は実際に叩いてみる。こんな感じでミスった後すぐに正しいフレーズをインプットするっていうタイミングを作ってあげることで、間違い癖っていうのが非常につきづらくなります。そしてもう一つ、間違い癖をつきづらくするためには耳コピーした時と同じく速度変更っていうのが大事になってきます。フレーズがね分かってるとはいえ、最初から原曲のスピードで練習しちゃうとどうしてもミスしやすくなってしまいます。まあ歌は最初から原曲のスピードでも追いつける方多いかなとも思いますが、ただ今回はね一応練習というところで 80%、90%、100% と3段階に分けて練習してみたいと思います。まあ、同じミスを何回も繰り返すのは良くないよっていうところで今の話しましたけれども、別にミスをねすること自体は悪くないです。後からね今言った方法で修正をしていけばいいので、ぜひね変に間違いを恐れず思いっきり叩いてみてください。それではやってみましょう。はい、ということでまずはねイントロ完成でございます。そしたら次 A メロに進んでいきたいと思います。さっきと同じ要領で今度は A メロの部分っていうのを流しますので、まずはねビートを聞き取ってみてください。これも聞き取りづらかったら右下の歯車マークから速度調整をしてみてください。それではやってみましょう。だけどこの言葉以外伝えること
はい、どうでしょうか。聞き取れましたでしょうか。そしたらもうね、正解発表しちゃうんですけれども、 A メロっていうのはズバリイントロと同じこちら、ドチタチドドタチのパターンが使われています。うん、さっきとね同じパターンだったので聞き取りやすかったかなと思います。そして A メロではフィルインっていうのはないんですけれども、ブレイクっていうのがあるので、ちょっとねそこについて解説したいと思います。ブレイクっていうのは曲の途中で一瞬演奏を止めることで、こう全部のパートが停止することもありますし、特定のパートだけ残して他の楽器は演奏を止めるっていうパターンもあります。まあよくサビの前なんかでこのブレイクは使われますね。皆さんもサビの前で一瞬静かになって、でそこからサビに勢いよく突入していくみたいな曲聞いたことあるんじゃないでしょうか。あれがねまさにブレイクです。まあ言ってしまえばね、演奏を止めるだけなので非常にシンプルなんですが、どこで止まって、そしてどこから叩き始めるかっていうのをしっかり把握しておくのが大事です。ということで、もう一回 A メロね流しますので、止まるタイミング、そして叩き始めるタイミングっていうのを聞き取ってみてください。それでは行ってみましょう。はい、どうでしょうか。ブレイクのタイミング分かりましたでしょうか。それでは正解発表します。愛してるだなんて臭いけどねって歌詞があると思うんですが、この臭いけどねのどのタイミングでブレイクします。実際に歌いながら叩いてみると、愛してるだなんて臭いけどね、こんな感じ、わかりましたでしょうか。臭いけどっていう、このどーと重ねてハイハット叩くんですけれども、そのハイハットを叩いたところで演奏ストップっていう感じです。そしてここでブレイクしたら、ここから先だけどこの言葉以外っていう風に歌がね続いていくんですけれども、ここのこののこですね、ちょっとややこしいんですけれども、こののこでクラッシュシンバルを叩いて、またビートを叩き始めるといった流れになります。そこも含めてね、もう一回やってみると、愛してるだなんて臭いけどね、だけどこの言葉以外、こんな感じ、この言葉のこと同時にクラッシュ叩いて、どっちタッチどどタッチのビートをまた叩き始めると、こんな流れになっております。フィルインもそうなんですけれども、こんな感じで歌詞やメロディーを頼りに覚えていくと自然とね頭に入りやすいですし、忘れづらくなります。ということで、ブレイクも把握できたら、これまた実際に叩いて練習してみましょう。同じく 80% から 100% の3段階で練習です。それでは行ってみましょう。はい、ということで A メロもコピーと練習完了でございます。そしたら次は B メロいきます。同じように B メロね流しますので、まずはビートから聞き取ってみましょう。
はい、どうでしょうか。聞き取れましたでしょうか。そしたら正解発表いきます。 B メロっていうのはズバリこちら。はい、こちらもね、同じドチタチドドタチのパターンでございました。まあビートはね、これもまた同じだったので聞き取りやすかったと思うんですが、次にフィルインですね。 B メロには一つだけフィルインが出てきます。もう一回流しますので、どこでどんなフィルインが出てくるか聞き取ってみてください。はい、どうでしょうか。フィルイン聞き取れましたでしょうか。正解はサビ前の部分でこんな感じ、タカタカ、スネアですね。スネアを4回叩くタカタカというフレーズが入っています。実際に歌いながらこれも叩いてみると、わからないけタカタカ、こんな感じですね。わからないけどのドと同時に右手からね、スネアを4回タカタカと叩きます。で、タカタカの後はクラッシュを叩いてサビに突入するという感じですね。今回ね、フィルインは少ししか出てこないので、まあ覚えるのも難しくはないかなと思いますが、もしね、他の曲とかでフィルインがたくさん出てきて覚えづらいっていう場合は、耳コピーしたものをメモに残しておくっていうのもいいかなと思います。楽に起こすとまではいかなくても、こうカタカナでタカタカって書いとくだけでも、後でね、思い出しやすくなるので、ぜひね、覚えるのが苦手っていう方はメモも活用しながら進めてみてください。もう一回クラッシュも入れて叩いてみると、わからない、いいけど、ただ泣いて笑ってみたいなね、こんな感じです。さあ、そしたら B メロも同じように叩いて練習してみましょう。同じくね、速度3段階で練習していきます。それでは行ってみましょう。さあ、ということでイントロ A メロ B メロときまして、次はいよいよサビ行ってみたいと思います。でね、今度はサビから次の間奏部分までちょっとね、一気に流してみたいと思います。うん、慣れてきたらね、こんな風にいけそうな部分はまとめてコピーすると効率がね、上がります。もちろんね、難しかったらサビと間奏で分割しても大丈夫です。ということで、まずはビートから聞き取っていきましょう。はい、どうでしょうか。聞き取れましたでしょうか。そしたら正解発表いきます。まずサビの部分はこんな感じ、ドチタチドチタチというパターンです。バスドラムが一発ずつの形ですね。実際に叩いてみると、ハイハットとスニアは変わらずに、ドチタチ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 、1、2、3、4とこんな感じ。まあ、ちょっとね、微妙な差なので、もしかしたらこれもドチタチドドタチだと思った方もいるかもしれませんが、一応正確にはね、バスドラが2発じゃなく1発になっていたという感じでございました。うん、これもね、正解を知った上でもう一回聞くと、あ、確かに1発だわってなるんじゃないかなと思います。そしてサビが終わって間奏部分では、イントロとか A メロと同じドチタチドドタチのパターンに戻るといった感じです。ということで、ビートが聞き取れたら次はフィルインいきます。このサビ終わりから間奏へのつなぎの部分でフィルインがね、入っているので、次はフィルインに集中してもう一回聞いてみます。それでは行ってみましょう。
はい、どうでしょうか。正解発表すると、サビの終わりでこんな感じ、タカドンのフレーズが入っています。スネアを右左と2回叩いてからのタム一発でタカドン、これが入っているというわけですね。これも歌いながら叩いてみると、この愛の歌タカドンじゃん、こんな感じです。うん、ここね、伸ばしてる部分なので、さっきまでみたいに歌詞のこの言葉と重なりますとかはないんですけれども、あえてね、こう愛の歌あタカドンじゃんみたいな感じでリズムをね、区切るように伸ばして歌うとタイミングね、掴みやすいんじゃないかなと思います。で、このタカドンの後はクラッシュを叩いてドチタチドロタチのビートに戻るという感じです。もう一回、今度はこのフィルイン後の感想まで入れて叩いてみると、この愛の歌あタカドンタラタタタタドチタチドドタチレテテテテテテレみたいなね、こんな感じです。ということで、コピーができたらこのサビから感想の部分も実際に叩いて練習していきます。それではやってみましょう。はい、ということでちょっと長くなりましたけれども、第2ステップの部分的にコピーと練習完了でございます。そしたら次、第3ステップ通しで練習に進みたいと思います。今回はね、ショートバージョンっていうところで、そもそも1番まででクリアなんですけれども、もしねフルでコピーをする場合も、まず1番までができたら2番以降っていうのは1番の繰り返しだったり、あとは同じフレーズが使われたりっていうことが多いので、どちらにしてもこのね、部分的にコピーっていうのが1番まで終わった段階で、一旦この1番までの部分を通しで何回か練習して仕上げておくのが効率いいんじゃないかなと思います。で、通し練習もやり方やポイントとしては、さっきまでの部分練習と同じです。巻き戻しや速度変更の機能を使ってうまくね、練習してみてください。いきなりね、全部通せなくても、こうイントロから A メロまでとか、 A メロからサビまでみたいな感じで分割してやっていっても大丈夫です。ということで、あゆたの1番流しますので、通し練習してみましょう。これもね、80、90、100と3段階で練習します。それでは行ってみましょう。臭いけどね、だけどこの言葉以外
で聞いてくれ、愛してるだなんて臭いけどね、だけどこの言葉以外伝えることができない、ほらねまたバカにして笑ったよね、君を選んだ道はここでよかった。ということで皆さんお疲れ様でした。これにて愛歌ショートバージョンコピー完了でございます。でもしここから2番以降をコピーしていく場合なんですが、さっきもねちらっと言ったように2番以降っていうのは1番と同じビート同じフィルに使われていること非常に多いので、こう1番をベースに1番と違うところはどこかなみたいな感じで、コピーをしていくと効率よく進めることができるかなと思います。ということでね、今回は二の舞流のコピーのやり方紹介してみました。皆さんちょっとでもね耳コピーいけるかもっていう風に思ってくれたら幸いでございます。ただもちろん中にはね難しかったなとか、あとはああいう歌はとりあえずいい感じにコピーできたけど、今後複雑でねこうコピーが難しい曲に出会うこともあると思います。ぜひその時は現在ね公式 LINE 登録してくれた方限定で個別のねオンラインレッスンを1回500円で受けられるサービスやっておりますので、ぜひねこちら使って僕に相談してきてもらえればなと思います。実際にねこう例えばああいう歌を叩いている様子っていうのを動画で撮って僕に送ってもらって、でそれに対して僕がアドバイスするみたいなこともできますし、もちろん曲のコピー以外でも何でもね相談可能でございます。今回ねドラムを始めたばかりの方がスティックをね最初持つところからこのあゆ歌をコピーするところまでっていうのを一つのシリーズ動画としてお届けしたんですが、さらにこの続きとして5本のレッスン動画を公式 LINE 登録のプレゼントとしてお渡ししています。こちらはあいみょんのマリーゴールドをコピーするっていうところを目標に、さらにいろんなビートフィルインテクニックを練習していくという内容になっております。ここまでのレッスン動画をね気に入ってくれた方はこちらも絶対に楽しんでいただけると思うので、ぜひね合わせてゲットしてみてください。ということで今回のレッスンはここまでになります。また次回のレッスンでお会いしましょう。バイバイ。